持ちすぎ危険苦労った何もうけは多くないけれど元本は減らない安全な資産といえばよ貯金です最近は低金利でほとんど利息がつかないですがその逆大きく儲かるかもしれないけれど値下がりして損するリスクもそこそこ高い金融商品もあります実は日本の大手金融機関がそんな金融商品をかなり持っていて注意が必要ですよと忠告を受けていますなんだか気になります 金融担当の梶原さり記者教えて注意が必要と言われた金融商品って何ですか梶原記者金融商品といってもたくさん種類がありますよね代表的なのは株式です値上がりする時もあれば値下がりすることもあります国が借金をする時に発行する国債企業が借金をする時に発行する社債満期まで持っていると元本に利息がついて返ってきますこれも金融商品の代表格です 株式、国債、社債、いずれも日本の金融機関はたくさん持っていますが、注意が必要ですと忠告されているのは、クローという商品です。日銀と金融庁が最近まとめた報告書で、適切にリスク管理をしてほしいと、軽金を鳴らしています。クローなんて読むんでしょうか、聞いたことがありません。梶原記者、そのまま CLO と読みます。 日本では馴染みがないかもしれません。コラテラライズドローンオブリゲーションの頭文字で、日本語訳はローン担保証券。ほとんどがアメリカで作られています。仕組みはちょっと複雑です。銀行はお金を必要としている企業に融資をしますよね。例えば100万円を融資すれば、銀行はその企業に100万円に利息をつけて返しても、習う権利、ローン債権を持つことになります。信用力がそれほど高くない、返済能力がそれほど高くない、企業に融資する場合は利息が高く 設定されるのが一般的でクロ労は信用力がそれほど高くない企業のローン債権をたくさん集めてきて一つにまとめた金融商品です。 信用力が高くない企業のローン債権なのでお金が返ってこない可能性がそこそこあります。でもその分利息が高く設定されているので儲けは多い、利回りが高いというのが特徴です。どうして日本の金融機関が持っているのですか梶原記者日本ではこのところ低金利の状態が続いています。住宅ローンのようにお金を借りる人にとってはとてもいいことです。でも融資をして利息で儲ける金融機関は利益を出しにくくなります。 融資だけでは儲けを出しにくいので、いろんな金融商品を買って運用する。そこで海外で作られた高い利回りのクロをたくさん買ったというわけです。IMF= 国際通貨基金の最新の報告書によると、欧米で作られたクローは、去年の年末時点で7622億ドルおよそ82兆円ありました。2010年から2倍以上に増えました。このうち日本の金融機関が持っているクローの残高は、こちら。中でも農林中央金蔵は、世界最大のクロー保有者と言われているのです。 それで、日銀や金融庁が持ちすぎて大丈夫と心配しているということですか梶原記者日銀や金融庁は直ちに損を抱えるようなリスクは高くないと言っています日本の金融機関が投資している苦労への99%は安全性が最高ランクの AAA4 分の3は途中で手放さずに満期まで持っておく計画だそうですむしろ日本の金融機関はランクの高いものに集中的に投資しているとしています ただ、新型コロナウイルスの影響で、世界の株式市場は一時代混乱しました。この時苦労の価格も下がってしまい、最高ランクの苦労は、一時7%値下がりしました。二段階ランクが下の A 以下の苦労では、最大25%値下がりしました。その後、苦労の価格は持ち直していますが、たくさん持っている日本の金融機関が損するのではと連想するのは、ある意味、当然です。欧米も、経済活動が制限されて、経営が苦しい企業が増えています。 苦労の元になっている企業がローンを返せなくなるかもしれないという見方が広がって安全性のランクが下げられる可能性がある苦労元のランクが以下、も1000種類ほどに上ります。今は持ち直しているけれども市場が全以上に混乱することになれば日銀や金融庁が心配しているのはこの点なのですリーマンショックの時にも同じようなことが起きませんでしたか 梶原記者世界的な金融危機につながった2008年のリーマン・ショックの引き金はサブプライムローンという信用力がそれほど高くない個人の住宅ローンをたくさん集めて作った金融商品 CPO などと呼ばれていましたでした。苦労とと仕組みが似ているところは確かにあります。 この金融商品も、当時、最高ランクの安全性を謳ったものが多かったのですが、住宅ローンを返済できない人が増えると、のき並みランクが下がって価格も下落、アメリカではたくさん持っていた銀行や証券会社が次々と経営危機に追い込まれたのです。格付け安全性のランクに依存しすぎることなく、日銀と金融庁がまとめた報告書にはこんな下りがあります。 コロナショックで世界の経済がどうなるかまだ安心はできませんどんな企業のローンが組み込まれているのかコロナの影響は年には年を入れて投資してほしいそう忠告しているのかもしれませんね銀行金融に関する記事